大学のサークルでもって4年生ばかりが、まあ、卒業の思い出にっていうんで旅行することになったんですよね。で、まあ、仮にそのサークルの4年生 A 君としましょうか。彼は同じサークルに、まあ、大変にこう気の合うというかお付き合いしてる女性がいたわけですよね。だからみんなで旅行する前に先にどっかでもって彼女と一緒にちょいと泊まりでもって遊びに行って合流しようかなとこう思ったけど、ところがやっぱりこの同じサークルに B 君という、まあ、A 君の親友がいるんですが、彼はその A 君と付き合ってる女性のことをとても好きなんですよね。でどこでしたか知らないけど俺も連れて行けって話でした。断るのもなんか辛いし、まあ、できれば彼女と2人で行きたいんだけど A 君断りきれずに、じゃあ3人で行こうかということになったんですね。まあおかしな旅なんです。これ B 君に彼女がいれば問題なかったんですがね。でまあ途中でどこにしようというんで貸別荘があったから、それをまあ一応借りることにしたんですよね。運転できるのは A 君だけですから、彼の車で持って3人でドーッとあっちだこちだ迷いながらもどうにか着いた。うっそうとした山の中ですよね。暗いですからね、景色あんまよくわからない。多分昼間は綺麗なとこなんでしょうね。渓谷らしいんですね。下でもってこう流れの音がしてる。そこを車走っていくんだ。それでどうやらその貸別荘に着いたんですね。まあ荷物を下ろして一段落、お腹も空いたし料理でも始めようかっていうんで、じゃあ私は腕振るがね、彼女が台所に立ったわけですよ。であれって気がついた。というのはあの携帯用 のガスのね、ガスボンベ、このガスが足りない。あらちょっとこれ足りなくなっちゃったな、このボンベどうしよう。と A 君が、ああじゃあ来る時のさ、この麓にあったじゃないか、あそこ行けば店屋があるからボンベぐらい手に入んじゃないかなって話になった。じゃあ誰が行くっていうことになったんですね。一人で行くのも大変だ。でも A 君は彼女と行きたいんだけど、それもなんとなく B 君に申し訳ないな気がするし、かといって B 君と行けるわけない。 B 君大体免許証を持ってないんですからね。で結果的にはまあ彼女に残ってもらって A 君と B 君二人でもってボンベを買いに行ったわけだ。彼女一人で待って、だん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 暗くなってきた。そうでなくたってもう着いた時にすでに夕方だったんですから、あとはもうふんと暗闇の世界ですよね。外を見ても何にも見えない、なんだか情けないやら怖いやらですよね。そのうち風が出てきた。パタン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 、風でもって何かが鳴っている。突然バタ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 、鳥が飛び立った。音がした。うわやだ怖いな、早く帰ってこないかな、やだな、こんなとこで一人で待ってんのやだな、怖いなと思って、まあ、一向に帰ってこない。今度は心配になってきた。なんかあったのかな、どうしたんだろう。一向に帰ってこない。風がだんだん強くなる。バサーバサーっていうような音がしてる。風が小銭を鳴らしてるんだな。とね、おーいおーいおーい、声が、あ、帰ってきた。でも待てよ、声は一人しか聞こえない。へーと思って玄関口行ったと、おーい、そのうちにどん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 、開けてくれよ、ね、開けてくれよ、どんどんどん、はい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 、はい、今開ける、カシャイーってドア開けたと、闇を背景にして B 君が立ってる。見れば体中から血を流してる。こっちをじっと見てくれ、うわっとったら、落ち着いてきてくれよな、落ち着いてきてくれよ。実はさ、ボンベはちゃんと買ったんだ。それで今山上がってきたんだよ。あの渓谷に沿った道ずーっと上がってきたらな、もやが濃くなったんだよ。たの車がスリップしたんだよ。瞬間 A のやつがなハンドルを切ったんだけど、切り損なってそのままスリップして崖下に落っこっていっちゃったんだよ。ふって気がついたら辺り真っ暗さ、体のあちこち痛いんだけど、どうやら無事なんだ。手探りでな A のことを触ってみたんだ。そしたらな、 A 死んでたんだよ。えっ、いや死んでるんだ。でさ、これから A のところ行ってさ、あいつを引き上げなきゃいけないから手伝ってくれないかな。嘘だ、いや本当なんだよ。俺確かめたんだよ、 A は死んでたんだよな。だからさ、なんか持てる荷物だけ持ってさ、一緒に乗ると行こう。健康家さん来てくれよな、頼む、行ってくれよ。いいから、うん、だけどそんな信じらんない、自分の好きな A 君が谷底落ちて死んだなんてこと急に言われても信じられない。でも B 君が真剣に言ってるから間違いない。
血を流しながら真っ青の肌から訴えてるけど、ふーっ悲しくなってきちゃった。辛い、どうしよう、でも行かなくちゃと思ったって言ってると、おーいおーいおーい、声が近づいてくる。うん、どうも A 君の声らしい。あっ、玄関口行こうとすると B 君がサーッってガチャッと鍵閉めちゃった。ダメだ、行っちゃダメだよ、あいつは死んだんだから。だって今声が。そうじゃないよ、あいつはもう死んでるんだから。あれは生きてる A じゃないんだ、気をつけろよ、じゃないと君はなあいつに連れていかれるぜ。だってそのうちに、おーいおーいおーい、もうすぐ止めた、行こうとすると B 君が止める。とそのうちにドン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 、おい上げてくれよ、ドン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 、おい開けてくれよ、ドン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 、おい開けてくれよ。開けようとするとビクがダメだ、行ったらさ、君は連れてかれると、君はなあいつによって殺されちゃうんだ、だから行かない方がいい、行っちゃいけないんだ、あいつはもう生きてはしないんだ、死んでるから行っちゃダメだ、グッと押されるけど、おい開けてくれよ、ドンドンドン、我慢できないもんだから、ポーンとビクを弾いて飛んでって、ガチャってドア開けてボン開いた。真っ暗闇を背景にして A 君が立ってる、体中から血流してる。でこっちをじーっと見てくれ、うーっと思った。脅かないで聞いてくれよ、落ち着いて聞いてくれよ。ガスは買ったんだ、でな、帰ろうと思ったら B が俺に運転させろって言うからさ、 B に運転させたんだよ。で、あの渓谷の道だ、ふーっと上がってきたんだ。ただもやが濃くなってな、突然車がスリップしたんだよ。その瞬間 B のやつがな、ハンドルを切り損なって車がスリップしてさ、崖下に落っこってきちゃったんだよ。同じことを言う。ふって気がついたらさ、辺り真っ暗なんだ。体は痛いんだけどどうにか動くんだよ。でな、俺手探りで持って B を触ったらさ、 B 死んでるんだよ。だからさ、大変だけどこれから一緒に町まで行ってくんないか。町ってさ、救助の人間呼ばないといけないからな。簡単にさ、どうにか片付けもんだけして、それでもって荷物持ってさ、俺と一緒に町まで行ってくんないか。ちょっと怪我してるんであんまりうまく歩けないんだ。言ってることはほとんど同じなんですよね。ただ B 君は谷底まで行ってくれ、 A 君を引き上げに行くから、 A 君の方は町まで行ってくれ、人を呼びに行くからって言うんですよ。えって困ってると、なあ早く支度して行ってくれよって、だってあなたと同じこと B 君があって、ひゅっと見たら B 君がいない。そう、死んだのは B 君の方だったんですよ。先に来た B 君が実は幽霊だったんですよね。